対路同士会は日露戦争開始に際してロシアとの早期開戦論を唱えて運動した日本のアジア主義国家主義団体。会長はこの江厚まろ、委員長は河口智常。義和団の乱後にロシア軍が満州に駐留するようになると当時の貴族院議長この江厚まろは明治政府に対して強行策を申し入れるが却下された。このため、 この絵は世論を喚起すべく国民同盟会を結成した。この会は1902年に清とロシアの間で満州カンプに関するロ・清協約が締結されたのを機に一旦解散された。だが、この絵のこの行動に対して国粹主義者や対外候補は注目してこの絵の周辺に集まるようになっていった。ところが1903年に入ってロシアが 鉄平計画を中止すると、この絵やその周辺で活動再開の動きが高まり、対外行動司会を結成、4月8日に上野公園梅川楼で大会を開いた。それから間もなく南助ケや専用会などでこの絵と接触していた、富津博ひが7博士剣白事件を起こすと、この絵らも活動を活発化させ、8月9日に、 神田近畿館にて再度大会を開いて、改めて退路同士会を旗揚げした。だが、この絵は病中であり、その代理を行う責任者として、元内閣法制局長官の務地智常を、委員長とし、東山光、内田良平、平岡幸太郎など、右翼の大物や後の日露戦争で活躍する、花田中之介ら主戦論者の軍人を抱え、 東山ら7名の相談役を置いた。10月5日には、歌舞伎座にて全国大会を開催して、対路戦戦布告を求める上層を行う決議をした。ところが、翌1904年1月1日に、会長のこの絵が、急成2月6日に、日本がロシアに戦戦布告したために、代表者不在と当初の目的達成を理由に、解散となった。 さらに委員長の公務地も戦争中の1905年6月21日に病死してしまう。だが、残った幹部は、ポーツマス会議開催に際して、対外交諸派を結集して、講和問題同士連合会を結成して、ロシアに対する情報に反対する運動を起こした。ありがとうございます。